こんにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。よくわかる技の伝承の解説続けてまいります。一章でしたね。一章、はい、一章がだいぶ長くなっておりますが、やっぱりね、かなり思いの詰まった章でもありますので、一つ一つ、その外せないところ、それは共有していきたいと思ってますから、今日も、8節ですね。前回とこう日にち変わってますからお分かりですよね、はい。8節の体育教師、身体教育を担当する教師の隠れ身のみたいな、いわゆる皮肉ですよね、そんな話をしてました。でもなぜ皮肉るか、自身の世界をなぜ皮肉るかね、それも課題を持ってね、業界の価値意味を引き上げるがためのことですから、はい、これを今回の、ね、皆さんと共有、さらにこの辺を深く見ながら改めてこれからの身体教育、またはそれに紐づくスポーツ教育みたいなことも考えていきたいなと思う次第であります。今日は前回に引き続き教育目標像ですよね。それを明確化してみようね。これクエスチョンだって書いてますけど、うん、ちょっとこれもね、まあ皮肉ってるというか、できるのっていう意味も含めながら明確化の方向に、解説を進めていきたいと思います。さあ、身体教育における目標像とした時には、目標像の明確化とした時には3つのことがありました。前回のこととも重なってきますけど、1つ目が、体育でない、ね、今でいうところのスポーツトレーニングとか、または動物の調教、この動きを教えるという似たような領域においては非常に明確化されてますね、うん。これはもう前回申し上げた通り、うん、なぜって技を教えることが全てだし、それが指導者としての成果を問われる唯一最高のことなので、何を教えるか明確、何をコーチングするか明確になっていなければ成り立つわけもないですから、はい、この話をしました。これ比較対象してますよね。それに対して体育はどうなんだということで話をしていました。2つ目、これも神聖なる体育教育、ね、スポーツでもない、ね、動物調教でもない、ね、神聖なる教育なんだという立ち位置、これも、うん、不思議だなと思うことです。不思議だなと思うことです。そして3つ目、そうは言いながらですよ、そうは言いながらも体育からスポーツへの転換、この時代を迎えましたよね。何なんだろう、じゃあ身体教育ってスポーツなんかい、まあ、その辺がもうこうなんていうの、めちゃくちゃになってきてますよね。なんだっけみたいな。だからこそ今こういう問いなんですよ。改めて答えは出ないですよ、うん、答えは出ない。そういった周辺事情の中で運動学の立場でね、金子先生がおっしゃってることを少しこの辺代弁します。目標像の明確化、はい、どんなことが言われているのか、また言われる可能性があるのか。1つ目、計画的努力だ、ね、これを達成しよう、いわゆるこれができなかったこと行為動き運動を体得しよう、そのためにこういうプロセスを踏んで、それに近づいていこうといういわゆる計画的努力、まあ、というけどね、受けている生徒にすれば、ね、いわゆる先生が決めたことですから、自身の計画的な努力のが目標になるかっていうと、ちょっとこれもね、言い切らないなという気もしてます。で、2つ目、達成への意志力、ね、できなかったことができる、じゃあどうしていい、どうしたらいいんだ、ね、国旗性とか工夫とか、忍耐とかそういうことも含めてのことですよね。こんなことも言われたい。または3つ目、社会性の育成、特に、まあ、スポーツなんかで、球技なんかでこうチームでグループまたチームである場合なんていうのは、協力とかね、
協力を持った戦略とか戦術みたいなことまで考えると、まあ当然そういう要素も箱庭として成立しうるであろう。社会性の育成、こんなことも目標像、身体競技における目標像との一つとして数えられて、いると思われます。そして4つ目、科学知識の提供。いわゆる体っていうのはどういうもんで、こうやってやったらこうやって変わるし、何がその自身のね、体をこれから自身の体を持って生きていくにあたってどういう知識というか、僕にしたら知恵なんですけど、体の知恵を授けんかなというような知識の提供、言わない意味、目標ですね、教育目標、こんなことが挙げられてみたり、これ三角で書きましたけどね。この上、点線から上から下、ちょっと随分これ区別してる意思があるんですけど、ここの科学知識の提供に関して言うと、個人的な見識ですよ、これは個人的な見解ですが、まあ、今でいう保健教育もひっくるめた中での、まあ、かっこよく言うと生命学教育みたいな、そういう側面ってすごく今ほど必要だなと思われてます。なぜかっていうと、のなんだろう、体のこう体を閉じたギリギリの経験とか、痛みとか、例えばこれそう痛みもそうだし、例えば怪我に対する処置とか、もっと言うと、まあ、男女間の問題とかね、そういう人間として生物として生きていく体の知恵みたいな部分を一流でも教えること、これは、ね、すごく必要とされてるなと思うばかりですね。こんな4つがありながらも、今の主役、今の身体教育で目標とされる主役的なものはこの星の2つかと思われます。1つが生物学的身体機能の促進、って言っちゃえば硬いんですけど、言ったら運動生理学ですよね。体の運動したらこうなるみたいな、いわゆるちょっとあの、ね、ウェイトダウンするためにね、じゃあフィットネス走って、カロリー使いましょうみたいなこととか、あとはそうだな、柔軟性、体が硬いだから直す、まあ、これもこことかあの科学知識なので絡みますけど、いわゆる体の働きの促進、これはもう体育で絶対的に中心的に扱われている目標ですよね。いったら運動生理学です、2つ目ですね、障害スポーツの予防練習、ね、いろんなスポーツやったことあれば、あの運動好き、やったことあるであれば、以後の人生でその自分の体をこう動かすための知識であり経験でありになりますよね、というような扱われ方、いろいろありますね、上げればきりないし、主役はこの星2つが現状では多く認識されてるんだろうなと思います。でこれをじゃあ運動学の立場で一体何が言いたいのか、上げつらったところで意味はないし、この隠れ蓑という立場で言いたいのはここですね、はい、これ金子先生の言葉このまま借りてますけど、曖昧ということです。曖昧、どれなんだいと、じゃあこの点線の上から下関係あんのかなみたいな、これが大いなる問題意識ですね。この曖昧さがやっぱりその教育としての意味と価値、まあ、こればっかの話なんですけどね、運動学多いんですよ、これをなんていうの、今以上に意味と価値、またはそこに紐づく効果ですよね、そこを上げることの障害になってると、目的が明確でない曖昧さがゆえに、ね、重用されないという、こういう言葉の方がいいのかな、いう現状があるんで、そこに対する問題意識ですよね、運動学なんて。ただ言えることは、はい、この運動学のいわゆる運動哲学の視点から
一番推したい目標、身体教育の目標はこの中には入らないんですね、うん、決して運動生理学だけに寄ってることでもないし、その話をこの引き続いてね、運動学の立場での提案、うん、をするわけになるんですけど、することになるわけですけど、ここまでよろしいですかね、明確かと言いながら曖昧で難しいですよねということだけを言いたいがためにずらっと言いましたよね。はい、じゃあこのボードのちょっとまとめ、運動学の立場としてこのまとめをこの次のボードで、お話します。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。